おい、しっかりしろ。マーサ、無事か？ああ、クライブ。急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ。黒騎士たちが出たんだよ。噂なんかじゃなかった。黒騎士？私を黒騎士から逃がすために、ベアラーのみんなが盾になって。このままじゃ、みんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな。わかった。二人ともどうか頼んだよ。黒騎士、一体何者だ。ビビアンからもその名を聞いたことがない。彼女も知らないとなると、とにかく修道院へ。ベアラーたちが危ない。行くぞ。よし。
きましょう。なんてこと。クソ、貴様ら何者だ。ザンブレク兵、マーサさんのところに押し入った駐屯兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪、粛清対象だ。ベアラーも、それをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。我ら残夜を担う者、国へに誓い、来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ、ああ、やるぞ。倒したか。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。
院長様が。ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。この人まだ息があるわ。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ここを襲った黒騎士は全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。どうかこのことをシドに、ベアラーたちを奴らから助け。ああ、伝えておく。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ亡くなったわ。院長様たちの埋葬を終えました。しかしベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。マーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたらこの砂をリドック鳥海峡のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が隔離用に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとう、クライブ。コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。彼らの砂をリドック鳥海峡のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。勝ち目がなければ撤退するぞ。
あいつら、むちゃくちゃだよ。朝が無事で本当によかった。Yeah!
手ごわい相手だった。リドック町海峡、この辺りだな。この水によって思い荷が洗い出され、魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。ああ、修道院の方は？ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。マーサさんも心配してる。そうだな。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれん。二人とも戻ってこられてよかった。マーサ、すまない、間に合わなかった。いいんだクライブ、コールから聞いたよ。ありがとう、みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか？いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に黒騎士なんて名をつけたんだと。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。だが目的は何だ？イーストプールを襲った奴らと同じようにこれも母上の差し金だというのか？もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。わかった、それじゃあ俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで
宿は救われた。一体何が起きたってのさ。大丈夫か？無理に動くなよ。そこの人、そこの人、ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中、チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時の奴らが報復しに来たんだろう。どうか頼む。あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに？この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃよろしく頼むよ。これはチョコボの風切り羽ね。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。
散々俺たちを後継にしてくれやがって仲間の仇だ。その白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそもな突っ込んでな。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。その目の傷、まさかあの時の。
やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か。心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実は。やれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい？いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした？あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか。何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。どうだ、これでいつでも行けるぞ。いろいろと用立ててくれて感謝する。これぐらい当然さ。ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえば、あんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か。いや違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか。なんでもねえ、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな、ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。頼んだ。
ガブが戻っているはずだ。探してみよう。ロザリアの方で何かあったらしい。マーサが無事でよかった。いらっしゃい、シド。ほら、もういいの？今日は何か？さあ、見ていきな。ちょうどいただくよ。持ってきな。もういいのかい？大きいね。よー、クライブ、しけた面してんな。報告を。相変わらず愛想ってもんがない。そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいからお前も座れ。ドレイクヘッドが消滅した直後、ザンブレク公国はクリスタル自治領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上、未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所、一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイクブレス、ダルメキアのドレイクファング、ウォールードのドレイクスパイ、そしてクリスタル自治領のドレイクテイル。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイクファングか。いや、ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろう。だが今なら今日ついて狙える場所がある。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ？ポートイゾルデに住む知人を頼ってみろ。知人だ？叔父だよ、バイロン・ロズフィールド。
ロザリア七家族のあのバイロン・ロズフィールド、大陸を股にかけるとんでもない大豪商だろ。待て、そうだよ、お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。叔父は劣気とした貴族だが、その傍ら貿易を営んだら挑戦なら都合がつくかもしれない。いけそうじゃねえか。よっしゃ、いっちょやってやろうぜ。な、支度をしたらポートイゾルデに向かおう。大きいね。ブラックソンたら。水をやるのって面倒じゃないの？あなたも食べてほしいよね。ああ、シド、ご相談がありまして。どうしたんだ？シドはこの木の果実をご存知ですか？確か前の隠れ家にもあったな。はい、植生の研究をしていたマーテルさんが大事に育てていたものです。彼女の亡き後、僕が育成を引き継いでついに食べられるほどに大きく育ったんです。それに当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできました。すごいじゃないか。みんな喜びそうだ。これを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですが、なかなか声をかけられなくて。どうか僕の代わりにお渡ししてもらえませんか？いいだろう、連中には俺から渡しておく。助かります。石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます。ですからぜひとも食べていただきたかったのです。それではシド、こちらがマーテルさんの果実です。よろしくお願いします。よかったねマーテルさん、やっと皆さんに食べてもらえるよ。ブラックソーンたら。
ザリアの方で何かあったらしいわね。いい加減そのほうきも買い時よ。一休みに甘いものでもいらないか。植物園で育てたマーテルの果実だそうだ。マーテルだって、その名前どこかで。ああ、植物園にいた人じゃない？そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人、草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった、また実がつくところまで育ったのね。そうか、あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよ。シド、ありがとう。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。間一髪だったようだがな。さっきの感じ。植物園からの差し入れだ。受け取ってくれ。おや、懐かしいな。この果実って前の隠れ家で育ててたやつだろ。先代のシドはこいつがお気に入りだったな。まだ小さい実を勝手に取って、よくマーテルに怒られてたっけ。シドがしそうなことだ。なんだ、ずいぶんうまそうだな。そいつはマーテルの果実。植物園の連中、苗木からここまで大変だったろうに、マーテルの意志を継いでよく育ててくれたよ。こうやって収穫できて彼女も喜んでいることだろう。クライブ、後で俺のところにも届けるよう言っといてくれるか。やれやれ、相変わらずだな、お父さんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。これで渡し終えたな。植物園に戻って伝えてやるとしよう。果実甘くてうまかったな。毎日水をやるのって面倒じゃないの？